どうもコバです。イースへとラクリマサウベダーナやっていきたいと思います。リコッタと一緒にねヒーロカネを、ゲットしてきて武器強化してそのままの流れで、迎撃戦を行う。でまた、続きかな、ジャンダルムを目指すための、よっしゃー、ちょっと武器を強化して、ここまで飛んできました。で今回は違うよね、うん、この奥だよね、多分そうだね。意外や意外、リコッタが使いやすくて、いいことかなって。ていうかね、ヒュンメルがなかなか入ってくれなくて、じゃあおい、マジかこれミッシーじゃないですか。懐かしいな。こいつサムネかな、今回の。一応多分ね、ガチで知ったのはあれだ、ナユタの奇跡か、同じファルコムが出した奇跡、まあその奇跡シリーズのちゃんとしたやつ、正規ではないんだけれど、ナユタの奇跡もそれはそれでね、すごく面白くてやったんだよね。結構スキルのあれを上げるやつ結構やってて、すっげえな、白いな、だいぶ高いんだ。なるほどね。なんだかちょっと息苦しいな。高い場所なので、おそらく空気が薄くなっているのでしょう。苦しい時の呼吸法知ってる。ひ、ひ、ふ、ふう。それは少し違う気が。見えるじゃねえか。なんて素敵な景色。
今まで歩いてきた場所が一望できますね。はい、というわけでとりあえずここまで着きました。で一応ですね、まあ、PV で見た人は分かると思うかな。ボス戦です。多分、まあ、思いっきりそうだわな。ここは多分 PV でも戦っていたところなので一応やれますか。だいぶ高いところまで登ってきたな。ええ、稜線に出ましたし、頂上まであと少しのはずです。リコッタちゃん、どうしました？空から何か来る！近くで見るとなんてデカさだ。なんかちょっとガルラに見てんな。このジャンダルムの主といったところでしょうか。シャドーバースのガルラに超見て、今回は見逃してくれそうにありませんね。で今回もドーピングを惜しみなく尋常に勝負やろうかなと思います。ドーピングしないと勝てないよ。正直うまくないからさ、もう割り切っていく。そしてお前は火を吐くのね。さあ連長体制持ったか。何もしないの。当たんねー。あ、それを攻撃しちゃうと。しかもこいつゲージが一応3段階あるらしいですね。ちょっと待って、いやもうやばいって。そうだな、まだまだいけます。これかな、僕の番だな。いや今ので当たんの。マジか、ガードもできねえな。これ備えようか。ガードガードガード、ちょっとガードをやってみたい。いや違う、無理。
で投げ払うんだろ。そこに行かれたら、ああ避けろ。フォーミング、フォーミング。なんて貫禄。攻撃は効いているはずですが。それでもリコッタ押し通る。父上に会うために。おお、そうだアドル、やってやろうぜ。違う、まだまだいける。避けようがねえ。いや一瞬すぎる。地味に当たってるね。いやもう分かんない、何で食らってるのか分かんない。違う、さあもうあれが一番強い。炎症がどえらいスピードで HP 削られていってるわ。折り合い、
お前何のためにここ降りるんだよ。じゃあもううざ見切ってジャストガード無理。もう降りる意味がわからない。ああどれか浄化されてる。途中やろ。あーちょっとそれか。ちょっといい感じでできないかな。えい、肉たくた。でもこれでアドル頂上へ向かいましょう。島の北部がどうなっているのかようやくわかるはずです。あまりにもちょっとひどいからカットする可能性もあるんやけど、めんどくさいしな。それに別に勝てればいい。とりあえずここが、これは、おお、これは太古の世界そのものです。第3部か第何部まであるんだよ。こうして見る限りやはり陸地は見えませんね。しかり島から出るには船が必要。お、遺跡のようなものも見えるな。ありゃどう見ても人が作ったものだと思うんだが。確かに
それもかなり規模の大きな遺跡のようです。この地に町でもあったのでしょうか。海水が滝みたいに流れ落ちてる。とんでもない場所も見えるぜ。まさか島の北部がこんなことになってるとはな。下、大きな木ある。お、確かに。というか、あれは本当に木なのか。でかくて森のようにも見えるんだが。ここから見た限りでは、はっきりとしたことは言えませんね。そうだな。そうおっしゃると思いました。これだけ古代種がひしめく地を探索するなど危険極まりないのですが、このまま漂流村へ戻っても島を脱出する手立てはありません。ちびりそうな場所だが、考えるまでもないみてえだな。リコッタの親父さんもこの北部にいる可能性が高いんだろう。しかりリコッタ父上探す。やむを得ませんね。行きましょう、ジャンダルムの北へ。待て。
はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。やっとなんかダーナが絡みそうな感じだね、うん、でヒューメルも加わって、まあ一段と楽しい感じにはなってきたんじゃないかな。で今回はボス戦でちょっとどころじゃねえな、だいぶ手こずりましたね。まあ、こっちにはドーピングがあるからさ、決してうまくはないので、まあ、そこら辺ご了承ください。本当にすいません。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。